ライトノベルのアニメ化作品一覧では、ライトノベルを原作とするアニメ作品のタイトルを時系列順に並べるものとする。小説専攻のメディアミックスも含まれている。派生作品からのアニメ化は扱わないが、ノベライズは可とする。文庫化に伴い、挿絵を入れ、ライトノベルレーベルから発売された一般文芸作品も本校にて扱う。 逆に過去にライトノベル系レーベルで出版されたが、ライトノベルではないレーベルに移籍して、その際に内容を改定している場合は記さない。改定のない作品は記す。動画サイトやスマートフォンアプリでのみ公開されたアニメ、インターネットでの宣伝用の短いアニメ、当初版観光時にライトノベルとして発売されてはいないが、イラストがついた作品も含まれる。 ライトノベル原作のアニメは、当初 OVA を中心にして企画され、当時でキともに普及していた、レンタルビデオ向けや OVA を購入するアニメファンをターゲットに制作が行われていた。その中心となったのが、ダーティペア、銀河英雄伝説、ロードス等戦記シリーズである。1990年代後半に入り、第一次ライトノベル原作ブームが起こる。スレイヤーズ、 セーバーマリオネット J、魔術師オーフェンなどの作品がテレビアニメ OVA としてシリーズ化され大きな人気を得た。2000年代前半に入って上記の人気シリーズが終了し一度ブームは沈静化する。しかしこの頃には集営者からスーパーダッシュ文庫、角川書店からは角川ウィーンズ文庫、メディアファクトリーの MF 文庫 J などが創刊され、 ライトノベル市場を賑わせている。2000年代後半になり、突如としてライトノベル原作のアニメが数多く扱われようになる。鈴宮春日の憂鬱、釈眼のシャナ、ゼロの使い魔、マリア様が見てる、今日から、魔王、などの作品がアニメーション化によりシリーズ化、映画化され、人気を得た。この原因として、下記のような理由が挙げられる。2010年代に至るまで、 このように年間に制作されるライトノベル原作作品は増加の一途をたどった。特筆するならば、かねてからアニメーション化された作品は、企業との提携がされていたものの、過物語、とある魔術の禁書目録といった作品により一層、タイアップの数を増している。2013年をピークに、アニメ化自体は頭打ちになったが、オンライン小説を出自とする。 ライトノベルのアニメ化が増加したことにより、2010年代後半でも一定数のアニメの本数を維持している。特に小説家になろうの投稿小説が顕著である。作品発表のスタイルもインターネット上のストリーミング配信によるものが加わった。2020年は新型コロナウイルス感染症流行の影響を受けて、テレビアニメが続々と放送延期になり、 ライトノベルのアニメ化作品も例外ではなかったため、本来の放送時期からずれた関係で、この年の作品数は予定数より減少した。ありがとうございます。